今年が23年目という荒木が出てきました。今シーズンは交流戦期間中、6月2日日本ハム戦が初めての出場でした。初球を取られてレフトに上がったぞ。どうだ、見送った、入った。荒木代打ホームラン。もちろん今シーズン第1号ですが、一打からホームランを打ちました。いやー、田村さん、荒木もさすがベテランっていうもちろんあるんですけれども、ですけどね、僕もちょっと驚きましたけど、ここ最近ホームランがですね、出たのが2016年ですからね。その2016年出る前は2014年ですから、いやー、久しぶりに見た長打って言いますかホームランですけど、いいとこで出ましたね。ちょっとヒットはイメージできてもホームランはという大変失礼ですがありましたが、引っ張ってレフトへのホームランになりました。あれ打った時に一塁ベースコーチの方見てましたもんね、荒木も。ですね、あのベースをしっかり踏んだかどうかということなんですよね。しっかり踏んだよねみたいな感じで走りましたんでね。ちょっとあまり打ってないというところも、ね、あったのかもしれませんけども、